韓中国へようこそ3月22日のニュースをお伝えいたします。中国メディアによると、ここ1ヶ月余り、四川省生都市で A 型インフルエンザウイルスが爆発しています。幼児2人が突然死亡したことがわかりました。3月18日、中国の複数のメディアの報道によると、成都市の張さんは2月24日、 体調を崩した2歳の子供を連れて、四川大学附属病院へ治療に行きました。その夜、A 型インフルエンザの検査結果は陰性でした。しかし、26日午前5時、幼児のすべての身体データは急降下し、ICU に運ばれ、応急処置を受けました。翌日には、重症の A 型インフルエンザと診断されました。 28日13時ごろ幼児は救命措置の効果がなく死亡しました。ツイッターアカウント、海原実験室が19日に投稿した動画には、ある男性がこの2歳の幼児の他に、生徒死の5歳の女児も A 型インフルエンザで亡くなったと暴露しました。この男性によると、3月9日、この5歳の女児は、 発熱の症状が現れ、病院で診察した後、少し寛解した。しかし、13日の朝に右目が腫れ、翌日にも症状が寛解せず、ICU に運ばれ、16日に亡くなった。死因はウイルス性の風邪による爆発性心筋炎だと言います。多くのネットユーザーは、自分の子供も似たような状況だとコメントしました。 これは A 型インフルエンザがすでに生徒市で爆発したことを示しています。生徒市のほか、石膏省、河南省、山東省、西安市などでこのほど一部の A 型インフルエンザ感染者の肺が白くなり死亡に至ったケースもあります。これによって当局が真相を隠蔽していて A 型インフルエンザではなく 新型コロナではないかという疑念が広がっています。また、今回の A 型インフルエンザの流行は、これまでの新型コロナの流行を参考にした結果、これまでの新型コロナの流行と完全に一致したという意思もいました。皆様へのお知らせです。これから、韓中国の動画を、ンジンワールドというサイトにも掲載していくことになりました。 リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。